金沢市の小学校では、視覚障害のある人たちがプレーするブラインドサッカーを子どもたちが体験しました。ブラインドサッカーは、視覚障害のある選手が転がると音が出るボールの音などを頼りにプレーする5人制のサッカーです。金沢市は東京パラリンピックの開催をきっかけにパラスポーツの普及に取り組んでいて、今日は民間小学校で体験学習を行いました。子どもたちは日本ブラインドサッカー協会の辻和幸選手の指導のもと、アイマスクをした人としていない人との間でコミュニケーションを取るゲームなどをした後、実際にボールを使ってブラインドサッカーを体験しました。難しいと思ったけど楽しかったです。目見えん人とか、なんか障害者っていう人とかに気を使っていきたいなって思いました。最初は視覚障害者がかわいそうだなと思ってたけど、体験してみて自分にできないことができる人っていうイメージに変わって、もし見かけたら危ないところだったら方向を教えてあげたりすることが大切だと思いました。